きっかけは父親にもう毎週土日は大村ボートに連れて行ってもらっててもう慣れ慣れ、ボートレーサー慣れってずっと言われていたのでまあそのうち自分でもその気になって目指しましまた近い目標は早く両親に優勝を見せたいですね長い目で選手としての目標はオールスターに出て優勝することです。 休みの日は。もう、ほとんど家でゆっくり。したり。まあ、競輪が好きなんで。よく先輩と競輪行ったり。してます。はい、競輪大好きで。はい。あ、結構好きっすね。本はよく読みます。 あ松岡修造とか <laughs> そっち、熱い系の本が結構好きですね、まあ、小説とか全く読まないし漫画も読まないんですけど松岡修造さんの言葉を胸にとか、まあそうですね、自分をこうやる気とかモチベーション上げれるような本をよく読んでます最近はあの競輪選手の浅井さんとか山内さんのトレーニングをご指導されている人の本が出てて。 今節それを読んでます。あ、そう、そうですね。はい、そんな感じです。はい。食べ物はつけ麺とかお寿司がもう一番、一番二番ですね。つけ麺と寿司。おすすめのお店とか。いや、あんまりこう、長崎に住んでたら、あんまり馴染みなくて、お店も少ないんですけど、福岡とか行った時は。よくなんか、新しい、行ったことないお店探して行ってます。 あまあ、そうですねいろんなお店を今節、初日スタートいけてなかったんですけど自分の持ち味はスタートだと思っているのでスタート一撃狙って頑張ります応援よろししくお願いします。